名古屋市では現在、私立の小中学校や高校、特別支援学校の体育館に空調設備が設置されていません。そのため、市の教育委員会は、授業や部活動での熱中症のリスクを避けるため、空調設備の設置に向けて調整を続けてきました。そして、昨日開かれた市議会本会議で、名古屋市は2024年3月までに中学校と特別支援学校の体育館に空調設備を導入する方針を示しました。 小学校への導入については中学校と特別支援学校への整備が終わり次第進めていきたいとしています。